こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日はね、アメリカ Amazon と日本 Amazon、そしてオーストラリア Amazon は何が違うか。ね、まあ、市場の特性とかそういうことじゃなくて、まず今日は第1点、注意点としてね、Amazon からの問い合わせに対する対応、あるいはこっちから問い合わせをする際の対応、まあ、その場合の注意点と、まあ、なぜそういう注意が必要かのね、違いをちょっと説明します。これはね、非常に重要なんで、逆に他の国もやってた人はね、同じ Amazon だろうと思ってると結構ね、とんでもないことになるんで、まあ、しっかりと注意してください。まあ、サポーターのね、スキルと注意点ということなんですけど、まあ、まず、現時点だとね、会員さん一番やってるのはアメリカ Amazon、ね。で、アメリカは当然英語なんでね、英語は世界の共通語ということで、サポーターはね、英語圏の人件費が安い国に住んでます。例えばフィリピンとかインドですよね。まあ、フィリピン、インド、あとね、なんか、本当に人件費が安くてね、人雇えれば、あらゆるところにサポートセンターあります。Amazon がなくてもサポートセンターがあります。いや、むしろね、Amazon があるためにある程度の、経済規模が必要なんで、Amazon がないところで結構ね、英語のサポートセンターはあります。そう考えると、ね、サポートする人は Amazon 使ったことがないと。ね、当然セラーっていうかね、売る業務なんかやったことないと。ね、まあ、質問しても分かるわけないですよね。で、分かるわけないから、まあ、ガイドラインを書いて読んで答えると。ね、ガイドラインに分かんないことは、上役に聞いて答えると。ただ、ね、ガイドラインに書いてあるのに、この解釈はとかね、確認のためとかね、あるいはガイドラインじゃなくてもね、そんな細かいことを、クレームつけんなよというようなことをやってると、まあ、結局ね、サポートが滞ると、まあ、こんなセラーいらないよと、ね。セラー余ってますからね、アメリカと日本は。まあ、セラー余ってるんでね、まあ、それが一番大きいかもしれないですね。アメリカと日本はもうセラー余ってます。だからね、わけのわかんないセラーはもう退場という形でね、いや、それは当然ね、馬鹿げた質問が多いとか、クレームつけるからあんた退場という連絡は来ないですけど、まあね、変な質問したらね、証拠を出せと、ね、出てきて、まあ、そのままサスペンド解除できないとかいう形でね、退場させられる例が結構あります。ね、アメリカ、要注意です。で、日本アマゾン。まあ、日本アマゾンもある程度はありますけど、ただね、日本語を話せるのはもう世界中日本人だけと。ね。まあ、それは日本語を話せますって言ってる次元でね、たまにすごい頭のいい人でね、すごい日本語うまい、ね、海外の方いますけど、まあ、アマゾンのサポートで働くわけがないと、そんな人がね。まあ、その普通のレベルの人で日本語を話せるのはもう日本人しかいないと。だから当然サポーターの人もね、日本に住んでるので、Amazon を使ったことはある。ね。で、日本のね、習慣というか、その教育過程で、まあ、ガイドラインとか規約に書いてあることもね、一応こういうことでいいのかってね、念のため確認するとかね、なんかね、細かいことをね、文句言ってチェックさせたりっていうのも、まあ、日本人はね、もともとがそういう、教育受けてきてるんで、あんまり変に思わないと。ね。だから、よっぽど無茶なことしない限りは、まあ、サポートを安心して使えるのが日本 Amazon と。ね、まあ、市場規模が、ね、どうこう、あるいはね、買い主が厳しいから儲かるかどうかともかくとして、まあ、普通に始めようと思ってね、何のサポートもなしに、日本 Amazon だったらね、まあ、普通に分かんないことを聞いて進めれば多分、できます。まあ、儲かる商品は見つからないと思いますけどね、使い方は分かるというのがね、日本 Amazon です。で、オーストラリア Amazon。ね。あ、じゃあ、オーストラリア Amazon もね、アメリカと大体一緒なんだねと。まあ、多分、オーストラリアに住んだことない人は思うでしょうけど、オーストラリアってのはね、かなり特殊な国でね、まあ、資本主義というかね、ほぼ共産主義というか、役所主義というかね、ありとあらゆるものがすごい規制が、多いです。ライセンスが必要とか、なんだかんだっていうのが多いです。そんなわけでね、英語は世界の共通語でね、まあアメリカン・イングリッシュとブリティッシュ・イングリッシュの違いはあるにせよ、まあブリティッシュ・イングリッシュだってね、別に海外で安い人件費の国に住んでる人を使ってもサポートできるんですが、おそらくオーストラリア政府との契約、あるいはね、オーストラリア政府がライセンスを与えた条件の中に、オーストラリア国外の、雇用はほぼできるだけしないとか、そういうのをね、おそらくくっつけてます。ね、そんなわけでね、サポーターは全部オーストラリア人。でね、まあ、これ面白いのはね、なんか大したことじゃないことを質問しても、まあ、電話かけてきますね。まあ、普通、日本とかアメリカでね、電話かけてくるっちゃ結構大事なんですけど、でコピペの文章とかじゃなくて、まあ、普通に電話かけてきますよね。これがわかんないって聞いてんのに、その書いたこと意味ねえだろうぐらいのことでね、電話かけてきて普通にやり取りが起こります。だからね、まあ正直、英会話できないとオーストラリアは厳しいかなという感じですね。まず問い合わせをするのが、電話かかってきてね、翻訳ソフトで問い合わせをして電話かかってきて英語が全くわからないと。まあ今んとこ大丈夫ですけど、そうそう、オーストラリアはね、セラーが全然少ないんで、今んとこ全然ね、多少の無茶なことかアホなことしても大丈夫ですけど、まあただ、ある程度時間が経ってくるとね、でもあの人英語できないよねと。ね、オーストラリア人ってね、文章書くのが嫌いな人が多いっていうのはね、これサポートやる人に限らず、買う人も割とそうだからね、電話の対応のやり取りが必要なことっていうのは結構出てきます。そうなるとね、逆に英語苦手だったら、その対応が出てこないようにしないと、対応しなきゃいけなくなるという形になります。ね、で、また Amazon を使ったことないのが普通。ね、サポーターも買う人も Amazon を使ったことがないと。ね、たまに eBay 使ったことある人いますけど、でもほぼオーストラリア人ね、ネットで買い物とかあんましないです。ね、だってオーストラリア国内から買ったらね、ちゃんと届くかわかんないし、中国から買ったらね、すごいものが届いたりするし、で、イギリスとかアメリカから買ったらね、輸送がひどかったりするし、あんまりね、ネットショッピングやりやすくないですね、オーストラリアね。そんな形で Amazon を使ったことがないのが普通。ね、そういう人たちがサポートをやって買ってると。ね、まあ、ガイドラインね、や規約を多分サポーターも読んでないと。そのサポートするんできちんと読んで勉強しましょうとかいうキャラクターはオーストラリア人にはあんまりいないし、たまにいたとしてもその人がね、Amazon のサポーターをやるとはあんま思えないんで、まあおそらく読んじゃいなくてね、電話した話はなんとかなるだろうぐらいの感じでサポートしてますね。まあ多分オーストラリアのサポートはね、サポーターはね、世界一役に立たないと思います。これはいろんなね、電気、ガス、インターネット、カーシェアリング、銀行、いろんなサービスを使ってみて、まあ、まず、使い物にならないと。だからね、サポートに聞いて何とかしようとか、お願いして何とかしようというよりは、サポートを使わずに、ね、間違いが起こんないように、質問が来ないように、誤解がないようにするには、どういうね、ことをした方がいいかっていうところが、オーストラリア、Amazon を使うね、まあ一番の肝になってくるかなと。いう形です。まあ、国民性の違いでね、同じ英語を話すアメリカとオーストラリアもだいぶ違いますし、まして日本っていうのはね、日本でしか暮らしてないとあんまり気づかないですけど、世界的に見てね、そのサービスのやり方とか考え方とか物事の進め方ではね、非常に変わった国なんでね、同じ調子でやると、ね、オーストラリアだと通用しないというか、前へ進まないし、アメリカだとね、日本と同じ調子でやったら退場という形になるんでね、まあ、この辺は気をつけてサポーターを使っていってください。まあ当然ですけど、せっかくね、デンバーアカデミーの私のサポートを受けていただいてるんで、Amazon に質問する前に私に質問してもらった方が確実です。まあそんな形でね、サポートを使う際の注意点でした。以上、デンバーアカデミー、堀秀夫でした。